皆さんこんにちは。ミッドウェスト東京店の市政です。今日もよろしくお願いします。はい、前回の動画見ていただけたでしょうか。ラフシモンズのアーカイブの貴重な映像を振り返りながら解説でやっていったんですけど、もう今日も登場してもらってるんですけど、メインバイヤーの大沢健さんですねに、今日も解説していただきながらやっていきたいと思います。今日もですね、もうこの間も、ね、見せましたけど、こういった形でこう当時の VHS の貴重な映像がありますので、それを落として、はい、実際に見ていきながら解説していきたいと思います。で、前回の方が2001年 AW だったんですけども、これは次のコレクションですね。2002年 SS の、コレクションを今日も見ていきながらやっていきたいと思います。それではお願いします。場所は確 か, なんか大学か、そうですね、大きい校庭 で,、はいはい、でこれバスケットボールの校庭だったんですけど、はいはい、なんか外なんですか。外ですね。これ僕はもうずっとラブのショップ見てるんですけど、いつもやっぱりこうストーリーがあって、前回はやっぱりこう巨大倉庫の中 で, で、ねはいはい、こうダークな感じだったんですけど、今回は外で、これ覚えてるんですけど、最初も10体ぐらいこれ全身白のスタイリングで、で、まあ、音楽も前回もガンガンやっぱりこうビート聞かせたような音楽なんですけど、今回これもちろん編集も入ってるんですけど、はい、こういうスローな感じのあれで、もうこの辺もやっぱりもう全く前回とは違うやり方にしてくるっていうところが、本当にすごくやっぱり当時からやっぱりいろんな意味でセンスを感じるブランドだなっていうふうに思ってて、このアイテムなんかも今回を象徴するような感じなんですけど、なんかノースリーブでオーバーサイズのフードって、まあ、カープランドではほぼ出してなかったはずなんで、なんかすごく新鮮だなと思って、いつもやっぱりそのアイテムで新しいバランスだとかをやっぱり常に提案してくるところが本当に僕らもいつも感心させられると思うんですけど、まずこれをどういう風に販売でスタイリングしていくのかなだとかっていうアレンジが毎回毎回本当に考えさせられるというか、楽しい感じだったんですよね。で、これも当時必ず靴なんて履かせるときに全員これ裸足で、そうですね、確かに本当だ。すっごくなんか新鮮なんですね。なんかで、冒頭さっき言ったみたいに、これも確か10体か15体ぐらいもう全身真っ白のスタイリングで来たと思ったら、急にこれすごい本当だ。スタイリングだって、すごい。この当時も僕らやっぱり1日7、5から10ぐらいやっぱりショーとか見る中で、やっぱりどうしてもやっぱりこうスタイリング構成だとかあれで、やっぱりこうインパクトがあるものですけど、やっぱりすごくやっぱり印象残るんですけど、それもちろんジャーナリストの自分にも同じだと思うんですけど、まあ全身白で来た時は今度全部真っ赤っかで来るんで、強烈だなと思って、本当にすごい覚えてるね。前回引き続きこのストールのうまい使い方というか、はい、なんか思い出しましたけど、当時本当にラクシモンズ大好きな若い子がこういう感じの使い方とかもなんかやってもらえていただいたりだとか、なんか思い出しますか。見れるのが本当にショップしかなくて、
てインターネットで何かアップされるとかそういうことも当然なかったので、で僕らもラフショーズずっと取り扱わさせていただいてて、お客さんにいち早くやっぱりこうなんか大きい画像で見せたいなっていうのが僕の中にあって、東京の店の3階に、まあ、大きいスクリーンを作って、まあ、当時、まあ、リースで、まあ、多分一番なんか画質がいい、映写機を借りて、はい、それを大画面でお客さんに、まあ、音もそのラフショーのショーまでいかないとスピーカーなんかもちょっと凝ってなんかこうお見せしたいっていうので、そういったちょっとイベントをやったんですね。でそしたら当時思いのほかすごくありがたいんですけど、お客様が多分300以上は来たと思うんですけど、見えなくて、で企画としてはそれを 見ていただいて、なんかその後すぐに商品が立ち上がりみたいな感じで、なんか夜閉店後にこうやったんですけど、まあ、多分今東京のお店来ていただいている方はなんとなく分かると思うんですけど、ずっとぐるっとうちの東京店の裏ずっと並んで、公園通りの方が、ね、公園通りの方が確かスターバックスのお客様が並ばれて、まあ、当時警察の方がすごい、まあ、何事だみたいな感じのちょっと騒ぎになったのをちょっと今思い出したんですけど、当時そのイベントやった時に結局300人だったので、まあ、僕らそんなに集まっていただけると思わなかったので、まあ、その見せていただいてその後お買い物できますよみたいな手はずだったんですけど、思いのほかすごくお見えになってしまったので、一回見ていただいた方に一回店内に出ていただいてないと回転しない、回転しないっていうことになり、でその後販売するっていう約束してたんですけど、どうなるんですか、これ僕ら出たらこんなに並んでたら買えなくなるんじゃないですかっていう揉めはしなかったんですけど、それこそ暴動が結局その時3回転しないくらいまでお客様がお見えご来店いただいて、で結局もう11時、もう12時かかったと思うんですけど確か、で結局その日はもう申し訳ないけど販売できませんみたいな感じで、なんかちょっと今思い出したんですけど、それを当時写真撮ってて並んでる風景とか、はい、こんな風にやったんだよっていうのを当時次のシーズン売れた時にラフ本人に見せて、まあ、彼がもうすごく喜んでくれてっていうのをちょっと今
強烈に覚えてますもんね。
なんか普通ただバーって流すだけでなくて、こういうなんていうかね、すごい演出してくるんで。やっぱり僕らの奥様として勝負ってやっぱりかっこいいなんだけど、ついついやっぱり予算以上になってしまうっていう、なんかそういうのも、まあ、大事じゃない、やっぱりさ、僕の。コラプスとか、黄色が難しいでしょうね、もう腰も行かないといけないでしょう、これも。だから、分かりやすい勝負をやる、まあ、よく言うじゃないですか、はい、あの勝負分かりやすくて、なんか買いたくなる。なんか分かりにくかったんだけど、なんかこう展示会場みたいなメニューとかの組みが良くて買いたくなるって、まあこれはバイヤーの話なんですけど、なんか僕らの、いやこれもいい賞だったな、すごい本当に、ね、まさかもうこんな、もうこれもなかなかやっぱもう YouTube とかでも見えない画像なんで、はい、ありがとうございます。なので今回は、はい、2002年 SS でした、はい、でまたちょっとね、今後もまたこういった形で、はい、また第3弾、第4弾とちょっとやっていきますので、楽しみにしていただけるといいかと思います。そうですね、はい、またこれで、はい、もしなんかこういうのもやってほしいとかもあれば、もしよかったらコメント欄とかでもあのコメントしていただけると、僕らもどうにかあのいろいろ多分過去ネタも多分尺なんかいっぱい持ってますので、ちょっとそこであの知りたいやつとかあればあのやっていきたいなと思いますので、はい、また資料整理ね。そうですね、もう膨大な量のまあまあ乱雑にいっぱい昔の丸太の時代のやつとかもあったりしますので、ちょっとそこら辺も掘り返しながらという形で、はい、丸太もやりたいね。そうですね、なんかやれたら多分今見られると皆さんめちゃくちゃ食いつくんじゃないかなと思いますので、そこら辺もちょっと整理ちょっとしてもらって、はい、やっていこうかなと思います。はい、今日もなのでありがとうございます。なのでまた今後もあのこういった形で面白い動画をちょっと上げていきますので、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。